まあ、このシンセサイザー、僕が、何年前だこれ出始めの時に買ったのかな。だからまあ、数年前、3年ぐらいとか、ぐらいかな、前に買ったんだけども、なんでこの、シンセサイザーを買ったかという経緯は、なんとなくなんだけど、安い価格、これ、今実売価格で3万円ぐらいかな。で買えるんだけど、なんでこれを買ったかっていうのは、ベースの担当にさせたかったなと思ったんですよ。シンセベースの担当にしたいなーなんて思って買ったんだけど、あんまりね、それがうまくいかなくて、この、使い方によってはベース以外の音が出せるかなっていうところで、未だにまだこいつがいると。そういう経緯に至ってまだ持ってるという。それで、本当にシンセベースの音を出したいなと思ったら、まあ、これを買うときに候補に上がっているシンセサイザーがあったんだけど、それはね、アーチェリアのマイクロブルートっていうね、アナログシンセサイザーがあります。あとは、コルクが出している MS20 のミニ。まあ、セミモジュラーのシンセサイザーがあるんだけど、それを3機種、僕は今、当時で、どれ買おうかなと思って迷っていて、なぜかこれになってしまったと。まあ、失敗したのかなとちょっとね、最初思ったんですが、なぜこれになったかというと、その3機種で、そのアーチュリアの、マイクロブルートと、コルグの MS20 のミニ、あと、まあ、このね、コルグのこのモノローグ。3機種考えていたんですよ。それで、なぜこいつになったかというと、アーチュリアのマイクロブルートは、今自分が使ってるアーチュリアのマトリックスブルートっていうシンセサイザーがあって、まあ、被っちゃうんですよね、音がね。嫌なんですよ、僕。同じメーカーのシンセ何台も持つっていうの僕すごい嫌なんで、基本的に。だからまあ、とりあえずアーチュリアのマイクロブルートっていうのはまあ、却下されて、それで、コルグの MS20 ミニを、もう考えたんですよ。あれもね、4万円ぐらいで今買えるんですよね。セミモジュラーのパッチシンセなんだけど、それ僕中学生の時に MS20 の前期をずっと使っていたんですよね。前期型、後期型ってあるんですけど、前期型を使っていて、もうあれはもう大好きなシンセなんだけど、今更もう買いたくもないなと。思って、まあ本当今はもう欲しいんだけども、まあもういいかなと。もう、なんか違うシンセが欲しいんだよ。新しい音作りができるシンセが欲しいんだよねっていうところで、まあこれに決まりました、要は。で、この音っていうのはなぜかね、まあ、アナログシンセですよね、要はね。見ての通り、アナログシンセっていうのは、なんだろう、まあどうでもいいんですけど、アナログの VCO っていう回路を使うね、ボルテージコントロールドオシレーターっていう回路を使って、ボタンを押すことに、まあ、音は鳴るんですよね。でも本当は実はですね、VCO っていうのは、音は鳴りっぱなしで、このボタンを押すことがゲートを開くっていう感覚なんですよ。要はボタンなんですよ、これ。常時音が発信してるのに対して、ゲートを開くと音が鳴ると。こんな感じで。まあ、それはいいとして、これが、どんだけ使えるシンセなのかっていうことを、ちょっと今日はね、まあ、なんか、まあ、やろうかな、みたいな感じなんだけど、正直言うと、ベースとして使えるかどうかっていうのは、正直言うと、基本的には使えます。音の発信の仕方。そんなに音は太くはないですね、要はね。まあ、でもアナログシンセの音だなっていう感じはありますよね。それで、これが唯一3万円で実質売、今もは販売されてるんだけども、何が特徴的かというと、まずは、作った自分のこういうつまみ、こんな少ないつまみなんですが、これを、まあ、プリセットできるんですよ。というか、どういうこと？自分で作った音を記憶させられる？例えばこうやって、まあ、これは何もしてない音なんですけど、カットオフ、そう、フィルターは、ね、ローパスだけですね、基本的にね。これローパス、あとレゾナンスがね、普通にレゾナンスがありますね。まあ、いい発信。まあ、いい発信はしますよね。で、これがベースで使えなくなった理由というのは、一番の弱点、この EG ですね。エンベロープジェネレーター。EG がですね、残念ながらアタックとディケイしかないんですよ、要は。この2つのパラメータを使って、EG のタイプ、エンベロープのタイプを決めます。これがまた一つの難点で、これが使いづらいんですよ、要は、実を言うと。これで一番上のこのトグルスイッチをパチッとやると、アタックと、このディケイがね、リリースっていうね、パラメータになっちゃうんですよ、これが。だから例えば、こうやってつまみをこうやってやってると、音は鳴らない。まあ、リリースだけじゃないんですよ。リリースとディケイとサスティンみたいな。リリースとサスティンになっちゃうのかな、このディケイの役割っていうのは、要は。だから、そうですね。あ、ディケイとリリースか。ディケイとリリースになるのかな。要は、鍵盤を押し続けると、ディケイで音が消えると。その代わり、鍵盤をすぐ押して離すと、まあ、要はリリースが効くと。これがまたね、使いづらいんですよ。これがね。シーケンスパターンとかでこうやってで、まあ刻む時にはすごい便利なのかなとは思うんだけど、なぜか使いづらい。これがねちょっといまいちなんですよね、要はね。それでもう一個のモードっていうのが、もうこれはもうサスティーンが効きっぱなしの状態かな、そうすると。で、ディケイが多分、このディケイのつまみが、リリースになるのかな、そうすると。ですよね。要は、この真ん中のモードっていうのは、ディケイとサスティーンがつきっぱな、開きっぱなしの状態。それで、ディケイのこの、つまみを上げていくと、まあ、リリースがまあ、リリースになると。まあ、これね、ちょっとね、使いづらいんですよね。まあ、とっつきづらいっちゃとっつきづらいんですよね、要はね。だから、うまく、シンセベースの音をやりたいときに、すごい、とっつきづらいんですよ、要は。シンセベースのフレーズをシーケンスさせてるときに、すごいとっつきづらい、EG の。この2つの EG っていうのはすごい。もう1個だけね、つまみが増やせないのかっていうと、多分あると思うんだよな。アタック、ディケイと、例えば、まあ、ミニモーグみたいな感じで言うと、アタック、ディレイ、サスティンみたいな、そういう状態かな。そういう、パラメータが1個増えればすごい、もっと使いやすい、ミニモーグみたいなね。まあ、場所的にこれ、ね、いけるとは思うんだけどね、みたいな。ね、ちょっとこれこっち出してこっち出せばね、1個増やせることできるから、まあそうするとね、コストも上がっちゃうかなっていうのはそういうこともあるんですけど、まあ、すごい、そういう EG 面ではすごい使いづらい。まあ、頑張ってね、このパラメーターのね、詰め方、可変の仕方とか詰めてるとは思うんだけど、まあ、いまいちかなと。要はね、そういうとこがちょっとある。だからそれでね、ちょっとね、ベースマシンとしてはちょっと外れちゃったっていうとこがちょっとあるんだけど、でもまあ、このシーズンは結構ね、この3枚の前にはすごい面白い機能いっぱいあるから、まあ、こうやってアップしてるんだけども、これ何がすごいかって、まずね、作った音を記録、ね、作った音を、記憶させて、瞬時に呼び出すことができると。まあ、それがすごい便利なことと、あとは、まあ、とりあえず、VCO、ね、オシレーターが2系統ついてます。うん。ね、オシレーター2系統ついてるってことは、どういうことかというと、まあ、単純に、今、この VCO の1と、あともう一個 VCO の2っていうこのね、これがあります。これをですね、足せます、普通に。ね、普通に足せます。そして、ピッチを変えて、ピッチを変えることによって、まあ、分厚い音も出せるよっていうこととか、あとは、まあ、皆さん大好きなシンク機能を使うと、ね。VCO2 が VCO1 にシンクして、ピッチを加減させて、このグリグリの音ができると。まあ、こんなことができると。それで、例えば、これだと、つまみいじるのめんどくさいんで、エンベロープタイプをですね、これ3段階やって、一番下のここをポチッとやると、VCO1 はこのもう鳴りっぱなしの状態。それで、VCO2 に関しては、何が変わるかっていうと、このイニットっていうつまみがあるんで、これをやると、ピッチを2っていうのは VCO2 のピッチにしますよということで。これが、VCO1 は鳴りっぱなしの状態。鍵盤を押して離して鳴りっぱなしの状態なんだけど、この EG がピッチの2っていうのに合わせると、今真空の状態で、やると、EG がピッチの2にかかると。そうすると真空かかってる時に、アタックを、まあ、ちょっとこの、そう、こういうね、ちょっとノスタルジックな音。VCO2 が、まあ、真空かかってるんで。まあ、こんなことが簡単に出るよと。要は、シンセサイザーっぽいねっていう、そういうとこですよね。うん。あとは、まあ、あとね、どうなんださ、ポルタメントについてねえじゃねえかバカ野郎って言ったら、このね、裏に回んなくちゃいけないんですよ。これめんどくさいんだよね、これね。これね、プログラムエディットってところでね、こうやってやるとね、ポルタメントがね、出るんですよ。ポルタメントをね、オンにするとって。まあ、よくできてるけどなぁ、みたいな。まあ、これでピッチベンドレンジを、これもね、すごい壊れそうで怖いから、あんま触りたくはないんだけどね、これもね。まあなんでこれを買っちゃったんだろうなって未だに思いますね、これね。そう、これがね、まあ、そう、年度はね、ピッチベンドレンジはまあ、12、まあ1オクターブ使えるんだけど、本当はね、24、1オクターブ、2オクターブぐらいね、可変するぐらいのね、やつが欲しいんだよね。パラメータとして、本当はね。まあ、そういうもんかな。これはもう、なんでこれを使ってるかというと、まあ、単純に、あとはまあ、シーケンサーがついてる。この価格帯で、実売価格3万円か、3万円ぐらいで、音色が黄色、自分で作った音色を記憶させることができて、あとまあシーケンサーがついてるってことかな、要はな。で、シーケンサーはもうすごい簡易的なシーケンサーなんだけど、例えばこうやって、プレイしながら、こうやってシーケンサーがペラ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 言うんですよ、こうやって。見えねえか、これ。まあ、これでこうやって、レコードボタンを押して、こうやって反対にこうやってシーケンサーが録音できて、まあ、それもね、シーケンスのデータも全部すべて、プリセットとして記録できるが、まあ、便利っちゃ便利なんだけど、まあ、僕はすごい好きで使ってるからいいんだけど、ファースト申請として買うんだったら、これよりも、アーチェリアのマイクロブルートはおすすめしますね。あっちの方は全然、シンセサイザーとして基本性能が整ってると思うんで、まあ、その代わりね、音色を記憶したいことは、することはできないんだけど、まあ、僕は、まあ、これを買ってしまって、まあ、なんだろうね、これね。まあ、使うしかないから使ってると言います。まあ、多分、今後は、この、モノローグを売り払って、MS20 のミニかなんか1個買おうかなとは思ってるんですよね。結構ね、いい音は出るんだけどね、これね。結構、ポルタメントもね、聞くしね、要はね。これもね、これ簡単なんですよ、これ。スイングもね、できるんですよ、これ。スイングね、スイングもかけられるから。ね、スイングをね、8% ぐらいいつもかけてるんだけど、スイング 8% にして、あとは面白いのは、この、つまみのデータもね、記憶できるんですよ、実を言うと。これで今、ノートスライドとかって書いてあるけど、モーション。これモーションするとね、これね、自分でね、こうやって記録できるんですよ、こうやって。見えるか？ほら。こんな感じで、つまみのね、データもね、記録はできますよ、要は。まあ、だから何なのって話なんだよね。そんなのは別にね、DAW 使ってね、リアルタイムでこうやってつまみ動かしてレコーディングすれば、まあ別にいい話なんで、まあでも音はね、悪くはないですよ、音は。ただこのね、EG のね、使い方が僕はあんまりね、この感じが好きではないっていう好みが、個人的な好みがあるから、まあどうだろうなと思っているんだけど、まあ、例えばこうやって四つ打ち今作ってて、四つ打ちの音に合わせると。まあこんな感じだよね。まあこれはまあ面白いシンセなんだけど、まあちょっといまいちかなっていう。まあただ自分で作った音を記録させたいとかっていう人にはすごい便利かなっていう、そういうもんですよね。このアナログシンセサイザーで3万円前後で買えるやつでね、音色を記録させるっていう機能っていうのはもうこれしか多分ないと思うから、あ、まあ、まだあるか。もう一個あるんだね。まあ、まだあるけど、まあ、直感的に要は全パラメータある程度触れてっていうところで言うと、まあ、これがいいんだけど、どうだろう。まあ、僕はあんまり進めないですね、これに関してはね。これある程度シンセが分かってる人が、触った方がいいですね、これはね。うん。そうすると、使い心地が分かってくるかなと思います。以上です。それでは。